その調子だ。お、許してよ。ここは貯めるか。設置。もう立つんじゃねえぞ。ああ、くそ。これはこれは。お。上々ってやつね。また榊のおっさんがはしゃぎそうだ。あとは早く人手が増えてくれるとありがたいんだけど。さあ帰りましょう。お腹空いちゃった。今日の配給何だったかしら。ん？何かこの前の食料会議で言ってたな。ああ、新しい品種のトウモロコシだ。またあのでかいトウモロコシ？あれ食べにくいんだよね。このご時世だ、食えるだけでありがたいと思えよ。ねえ、相馬、何かと交換しない？断る。おい、お前ら置いてくぞ。中のデータベースから新型人機の適合候補者が見つかりました。
そうか。名前は何という？早速適合試験を受けてもらうとしよう。少し年上っぽいけど、まあ一瞬とはいえ俺の方が先輩ってことでよろしく。立て。あ、立てと言っている。立たんか。これから予定が詰まっているので簡潔に済ますぞ。私の名前は天宮椿、お前たちの教練担当者。この後の予定はメディカルチェックを済ませた後、基礎体力の強化、基本戦術の習得、各種兵装の扱いなどのカリキュラムをこなしたが、今までは守られる側だったかもしれんが、これからは守る側。つまらないことで死にたくなければ、私の命令には全てイエスで答える。いいな。分かったら返事をしろ。はい。早速メディカルチェックを始めるぞ。まずはお前だ。テイラー榊博士の部屋に人号〇〇までに集まる。それまでこの施設を見回っておけ。今日からお前らが世話になるフェンリル極東支部、通称アナグラだ。メンバーに挨拶の一つもしておくように。
726秒も早い。よく来たね新型くん。私はペーラー榊、荒上技術開発の統括責任者だ。以後君とはよく顔を合わせることになると思うけど、よろしく頼むよ。さてと、見ての通りまだ準備中なんだ。ヨハン、先に君の用事を済ませたらどうだい。榊博士、そろそろ講師のけじめを覚えていただきたい。適合テストではご苦労だった。私はヨハネス・フォン・シックザール。この地域のフェンリル支部を統括している。改めて適合おめでとう。君には期待しているよ。彼も元技術屋なんだよ。ヨハンも新型のメディカルチェックに興味津々なんだよね。あなたがいるから技術屋を廃業することにしたんだ。自覚したまえ。本当に廃業しちゃったのかい。さて、ここからが本題だ。我々フェンリルの目標を改めて説明しよう。君の直接の任務はここ極東地域一帯の荒神の撃退と素材の回収だよ。それらは全てここ前線基地の維持と来るべきエイジス計画を成就するための資源となる。この数値はエイジス計画とは、簡単に言うと、この極東支部沖合旧日本海溝付近に荒神の脅威から完全に守られた楽園を作るという計画なんだ。ほほー。この計画が完遂されれば、少なくとも人類は当面の間絶滅の危機を遠ざけることができる。すごい、これが新型か。テイラー、説明の邪魔だ。あー、ごめんごめん、ちょっと予想以上の数値で舞い上がっちゃったんだ。ともあれ、人類の未来のためだ。尽力してくれ。じゃあ私は失礼するよ。エイラー、あとはよろしく。終わったらデータを送っておいてくれ。よし、準備は完了だ。そこのベッドに横になって、少しの間眠くなると思うが心配しないでいいよ。次目が覚めるときは自分の部屋だ。戦士のつかぬ間の休息というやつだね。予定では1万800秒だ。ゆっくりお休み。見かけたら顔を見せに来いと言っていましたよ。オーケー、見かけなかったことにしといてくれ。よーし、入り、俺は天宮林道、形式上お前の上官に当たるが、まあ面倒くさい話は省略する。とりあえずとっとと背中を預けられるぐらいに育ってくれな。ああ、もしかして新しい人。ああ、今厳しい規律を叩き込んでるんだから、あっち行ってなさい、桜君。了解です、上官殿。とま、そういうわけでだ。早速お前には実戦に出てもらうが、今回の初戦の任務は俺が同行する。とう時間だ。そろそろ出発するぞ。
の支援者ですね。改めてよろしくお願いします。今回の任務はオーガテールの討伐だ。まあ気楽に行くよ。落ち着いてやりゃ大した相手じゃない。まずは敵の動きをよく観察しよう。あんな敵の正面に立ちすぎるの頭からバクッといかれちまうからな。どんな気分です？動きだったぞ新入り。美人にしちゃ上出来だ。だけど君は荒神ってどんな存在だと思う？人類の天敵、絶対の捕食者、世界を破壊するもの。まあこんなところかな。これらは認識としては間違ってない。むしろ目の前にある事象を素直に捉えられていると言えるだろうね。じゃあなぜどうやって荒神は発生したのかって考えたことあるかい？君たちも知っての通り、荒神はある日突然現れて爆発的に増殖した。そう、まるで進化の過程をすっ飛ばしたようにね。なあなあ、この講義なんか意味あんのかな。荒神の存在意義なんかどうでもよくね。そうかね。荒神には脳がない。心臓も脊髄すらありはしない。私たち人間は頭や胸を吹き飛ばせば死んじゃうけど、荒神はそんなことでは倒れない。荒神は考え捕食を行う一個の単細胞生物、オラクル細胞の集まり。そう、荒神は群体であって、それ自体が数万数十万の生物の集まりなのさ。そしてその強固でしなやかな細胞結合は、既存の通常兵器では全く破壊できないんだ。じゃあ君たちは荒神とどう戦えばいいんだろうね。それは人気でとにかく切ったり打ったり。そう、結論から言えば、同じオラクル細胞が埋め込まれた生体武器、人気を使って荒神のオラクル細胞結合を断ち切るしかない。だがそれによって無産した細胞群もやがては再集合して新たな個体を形成するだろう。彼らの行動を司る司令細胞群、コアを摘出するのが最善だけど、これはなかなか困難な作業なんだ。人気をもってしても我々には決定打がない。いつの間にか人々はこの絶対の存在を、ここ極東地域に伝わる矢をよろずの神に例えて荒神と呼ぶようになったのさ。さて今日の講義はここまでとしよう。荒神についてはターミナルにあるノルンのデータベースを参照しておくこと。いいね。